塩化、グアニジニウムとは、グアニジンの塩酸子を、GDMCL や GNDCL、ゲイチェシエルと略されることがある。主にタンパク質編成剤として利用される。塩化、グアニジニウムとタンパク質の結合について、初めて研究を行ったのは、ペトランキンとペトランキンであった。彼らは塩化、グアニジニウムと、ゼラチンや脳から抽出し熱によって編成させた。 タンパク質との結合について研究を行った。その後グリーンスタインによって1938年と1939年に初めてグアニジンのハロゲン化物やチオシアン酸塩の高い変性能が示された。そこでは卵白アルブミンやその他のタンパク質に対して様々なグアニジニウム塩濃度でチオールの有利として示された。塩化。 グアニジニウムは強力なタンパク質編成剤の一つとして知られ、グアニジンチオシアン酸ジオともに DNA 生成などの用途でタンパク質立体構造研究や含む幅広い生化学分野で利用されている。6M の高濃度の塩化、グアニジニウムではタンパク質の立体構造は完全に崩れ、無秩序なら線構造を形成する。また、 mm 程度の低濃度の塩化グアニジニウムであっても、インビボでプリオン陽性の細胞を陰性にすることが知られている。これはプリオン繊維の断片化や伝達に重要な HSP104 の機能を阻害するためである。以前はランバート・イートン症候群による筋力低下や液疲労感の治療に使われていたが多くの副作用があり、 副作用の少ない薬が新たに開発されているため、現在は推奨されていない。利用する場合は、タブレットとして、蛍光投与を行う。通常1日に、体重 1kg あたり10から 15mg を3から4回に分けて投与し、副作用が現れるまで 35mg までゆっくりと増やしていく。副作用の程度は人によって様々であるため、投与量は、 厳密に管理されなければならない。副作用は、軽度のもので下痢など消化器系の障害として現れ、この時点で、投与量を抑えることが推奨される。重度のものでは消化器系に加え、神経系、皮膚、腎臓、肝臓、心臓など様々な部位に障害を伴う。塩化グアニジニウムの結晶は、単純者方装の空間群不部下に属する。 クアニジニウムイオンと塩化物イオンが水素結合によって結合することで結晶を形成する。ありがとうございます。